どうもこんにちは、中野敦史です。それでは2本目の動画を撮りたいと思います。2本目はロト6の数字最終確認をしたいと思います。まずは前回の当選数字の2は多分次の回は出ないと思う。ここ最近2回連続で2は出てないから、おそらく2は出ないんじゃないかなって思ってます。ないな、うん、やっぱりない、うん、だから2はない。続いて2の桁違い、2の桁違いはどうやろう。ちょっと確認に時間かかるけど、2の桁違い1回引けて、2回か。2回次の回に桁違いは出てる。そのうち、22が2回出とんのよな。22は可能性はあるか。うん、一応ちょっと、候補数字として置いとこう。22。続いて3。3は、昨日も言ってんけど、出る確率は高いと思うよな。ここ10回以上出てないから、3は出る可能性高いと思うけど、どうやろうな。難しいけど、出るんちゃうかなって思うんやけどな、3。3入れとこうか。3は入れといて、次、前回の当選数字の12。これ2回連続では多分来ない。うん。昨日見たとき、過去のデータで連続できてるのはなかったと思う。12。10人やっぱないな、うん、だから多分10人は来ないかな、うん、10人は多分可能性低い。続いてその近くの11は可能性はなくはないねんけど、ただ2回前に11が来てるっていうのが気になって、過去には確かにあることはあんねん。12から11っていうのは。あんねんけど、でも2回前に11が来てるからまた11来るかなって、正直疑っとんねんな。来んのちゃうかなって僕は思います。多分、11は来ないと思う。続いて、前回の当選数字の14。14はどうやろう。続けて、1回出てるな。難しい。
14続けて出る可能性もあるけどな。全く出てない回もあるしな。ここが難しい。この13、14来る可能性あるけど、どうやろ、もうちょっと確認しよう。ほんまに当選したいから年には年をもうちょっと確認14の次に13、14って来る可能性はあるけども、全く来ない回もあるし、ここが悩むんよな。いやー、わからんな。ここ最近13、14っていう感じが出てないから来る可能性はあんねんけど、どうやろ。いやー、わからん。難しい。どうしようかな。13、14。一応これもちょっと、候補数字として置いとこう。まだ確定じゃない。一応候補数字。今確定してんのは3だけ。続いて、ロト6、前回の当選数字の26。26は多分、来ないと思う。個人的には26ないんちゃうかな。ここ最近26ちょっと出すぎてるから、26はやっぱりないと思うねんけど、でも出る可能性もあるからな。どうやろう。ちょっと前に26、2回連続で出てるんよな。だから多分ないとは思うけど、もう出たら諦めるしかないかな。そうやって割り切らんとな。一口で勝負すんねんから。26出たらもう仕方がないと思って。あと、36。やっぱり36も多分ないかな。2回前に36出てるから、また36っていうのはちょっと考えにくいかな。逆に16がやっぱり出る可能性はあると思うね。2回前36だ。そんで前回が26。そして次の回が16。っていう風な感じ。こう数字の流れ。これは来そうな気すんねんけどな、16。実際、26から16っていう。パターンがあったからな。でもどうやろ、そんな甘くはないかな。はあ、悩む。
まあ36はないわ。26、16、まあ桁違いも全く出ないってこともあるけど、それ来たらもうアウトやな。いやー、これまたかなり時間かかんな。多分昨日以上にちょっと時間かかると思う。早くて20分ぐらい。遅かったほんま30分40分ぐらいかかると思うわ。やばいな、まだ一つしか確定してないな。どうしよう。全く来てない時もあるしな、どうかな。6もないかな。26から6っていう。多分6も可能性はないと思う。可能性があるとしたら、ほんま16ぐらいかな。やっぱり。うん、2つ目は16にしようか。確定。16確定。続いて、37。前回の当選数字の37。これは2回続けて出る可能性もあるけど出ない可能性もある。過去に多分2回か3回ぐらいは続けて出とんねんな。2回。3回やな。3回で取るわ。だから可能性はなくはない。でもここ最近37が連続で出てないから出そうな気がする。直感的に。どうしよう。それで37が出たらやっぱりセットで27がついてくる可能性も高いし、ここら辺も難しいな。一応37入れようかな。最近2回連続で来てないからな。
一つ。三つ目、37。これも確定。次、四つ目、桁違いの27入れるかどうか。四つ目は桁違いの27。これはどうしよう。3回ぐらい出てんのか。27、37っていうセットが、多分。だから可能性はあることはあるけど。ああ、ほんまに決まらんな。まだ3つしか決まってないんか。27入れようかな。わからんけど、いやーむずい。27入れようか。よし、ほんで4つ目が確定。27、あと2つやけど、13、14、22、この3つで迷っとんねん。どうしよう。13、14っていうセットが2回ぐらい来てるから、この13、14来る可能性あるっちゃあんねんけど、でもどうかな。多分難しいな。この3つの中から2つ選ぶ。13、14にしようかな。でも22も捨てがたいんよな。桁違い出る可能性あるからな。どうしよう。マジで悩むな。2回桁違いで22出てるからな。13、14っていうセットも多分1回、2回ぐらい、2回ぐらい出てるからな。それに最近13、14っていうセットがないから来る可能性はあんねんけど、難しいな。
13は入れとこうかな。13はなんか、多分来んねん。うん。13入れとこう。それで、5つ目。あと14と22。やっぱ13来たら、14入れといた方がええかな。でもやっぱ22も捨てがたいし。めっちゃ優柔不断やな、俺。めっちゃ悩むわ。こんだけ悩んで当たらんかったらショックは結構でかいけど、こんだけ考えたのにって、まあそれが結構続いとんねんけど、14にしようかな。わからんけど、難しいけど14にしよう。もう割り切ろう。それじゃないと、どうしても、口数が増えてしまうもんな。悩んだ数字も入れとったら。一口で勝負するって決めてるから、もうこれでいこう。それでは、明日購入する数字を発表します。まず、一つ目が3、二つ目が13、三つ目が14で、四つ目が16、五つ目が27で、最後の数字が37。この数字で明日勝負したいと思います。もう10連敗くらいしとんのかな。いやー、10連敗はきついな。久しぶりの当選が欲しい。まあ一口やったらやっぱりこんなもんかな。うん、まあ稀に一口でめっちゃ高額当選する人おるけど、まあそんな、ほとんどないわな。一口やったら普通、5等でも当たらんからな。何回やっても。まあ、これで、挑みます。それではまた、夜に動画を投稿したいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。疲れた。よっしゃ。